高津監督、先発石川肉源。この連敗中の先発防御率は 9.95 と安定遺憾を欠く数字。高津慎吾監督は先発陣が試合を作れないことで、そこ、中継ぎに疲れが溜まってしまっていると指摘した。現状は先発も中継ぎも駒不足、試行錯誤の日々が続いている指揮官はまだまだ80試合近くある。このメンバーで乗り切っていかなきゃいけない、いろいろ考えながらやっていきたいと強調した。もうおじさんやぞ、石川なんか早くクビにすればいいのに。5度目の5連敗で草さすが弱小球団。でも先発が試合作っても中継ぎで崩壊したり援護がなかったりもするよね。石川が出るってことは育ってないからだよね。中日と並走してるのに誰にも気づかれない暗黒。なんでこのおっさん未だに先発してんだよ。2軍はどうなってんだよ。おっさんが主力の時点でね、球団が先発育てられないから。ではちゃんとドラフトで取らないから。吉村ってどこ行ったんだ。村上だけじゃなくて WBC 行った4人全員が不調なのはヤバすぎやろ。昨年も一昨年もこうなってておかしくなかったのによく耐えたな。オスナ・サンタナはよその助っ人に比べたら割と活躍してるのに、なんでこんな弱いのか。10年前の横浜見てるようで胸が痛むな。ご視聴ありがとうございました。